別動画でこの痩せるアイドル水お伝えしましたところ、多くのご質問をいただきました。その中に、先生、パルスイートを砂糖の代わりに使ってはいけないんですか、という質問もですね、非常に多かったんですね。そこでこの動画では、痩せるアイドル水に使ってはいけない、そのパルスイートについてのデメリット、また、じゃあ代わりに何を使えば一番健康的で綺麗に痩せることができるのか、という、その甘味料についてお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧くださいね。で、またこの、アイドル水についてなんですけれども、基本の材料はですね、お砂糖なんです。で、このお砂糖も私おすすめしておりません。で、なぜか、その理由についての動画であったり、またアイドル水について詳しくお伝えしておりますので、詳細欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらもご参考にされてみてくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。そのパルスイートが持つそのデメリットについてなんですが、もうこちらはですね、人工甘味料なんです。お体にとって非常にやはり負担をかけてしまうんですね。で、またその甘みがあるのにカロリーゼロで、こういったものっていうのは、脳がですね、どんどんあなたの食欲を増すようにコントロールしていってしまうものなんですね。なぜかというと、これ本当ダイエットもう全般に関してお伝えできることなんですけれども、カロリーオフとかね、甘みがこうあるけど、まあ、カロリーゼロってありますよね、飲み物でも食べ物でも。で、そういったものを多く摂ってしまうと、もちろんカロリーは少ない、もしくはゼロかもしれませんが、脳がですね、おかしいなって思うわけです。こんなに甘いものを食べてるのに全然エネルギーにならないじゃないかって思うわけですよ。そうすると、もっと食べなきゃ、もっと食べてエネルギーをもらわなくちゃと思って、あなたの食欲をどんどん増加させてしまうんですよ。そのようなものをわざわざ取る必要がありますか、ということです。しかも、あなたの腸内環境も汚します。悪玉菌と呼ばれるデブ菌がどんどん増えてしまうようなものを取る必要はないですよ、ということで、プラスそのパルスイートの材料に主に2つあってですね、アスパルテームというその人工甘味料なんですけれども、これはもうまさにその先ほどお伝えしました腸内細菌にも悪影響を起こすんですよ。要はデブ菌の方が元気になるわけです。そうすると、もう明らかにその肥満の原因になっていくわけですね。あなたの腸内環境が良くないと、いくら食事制限を頑張ったとしても、このアイドル水を飲んだとしても、どんなにきつい運動を頑張ったとしても、決して長期的に痩せることはできません。それだけ腸内環境がベースなんです。腸内環境が良ければ、自然と痩せ体質になって、結果あなたは健康的で綺麗に痩せることができるんです。よろしいですか。では2つ目、アセスルファム K という成分も入っております。で、これはですね、別名肥満ホルモンと呼ばれているインスリンを急上昇させてしまいますから、どんどん太ってしまうわけです。プラス吐き気が、まあ、副作用出るっていうあのデータ結果もありますし、その肝機能障害にも非常に影響を出していますよ、という結果があります。で、この肝臓も元気ではないと痩せることができないんですね。デトックス工場ですから。ですから、まとめますと、アイドル水を作る時の甘味料でパルスイートはおすすめいたしません。なぜかというと、人工甘味料だから、あなたの腸内環境が悪くなって、結果太る体質になり、肥満ホルモンもどんどん出てしまうので、わざわざこれを使う必要はないですよね、というお話でした。それでは、そのパルスイートに代わる甘味料、健康的で綺麗に痩せるものを今からお伝えしていきますね。それは何かと言いますと、私別動画でもお伝えしております、そのアイドル水のね、作る材料の中にお伝えしてるんですけれども、蜂蜜なんです。で、蜂蜜がなぜ健康的で綺麗に痩せるのかっていう、そのメリットをお伝えしていきます。1つ目、ビタミンとミネラルが豊富なんです。要は栄養がとても多く含まれている食品なんですね。で、このダイエット全般に関してお伝えする大事なお話、栄養不足だと太ります。
栄養がないとそのどんどん太る体質になっていくわけですから、あなたがこの蜂蜜を摂ることでその栄養が摂れるわけです。で2つ目、アミノ酸も豊富で、このアミノ酸があなたの脂肪をどんどん燃やしてくれるんですよ。いいですよね。蜂蜜を摂ればその脂肪を燃やすことができます。では3つ目、グルコン酸です。これはですね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌となっているそのビフィズス菌ですよね。これがやはりですね、多く含まれているんですね。ですからあなたの腸内環境が整う、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が元気になってくれれば自然と痩せ体質になることができるわけです。では最後、ポリフェノールです。でこの効果で活性酸素を除去することができますから、こう錆びない体になれるわけですね。私たち女性にとってはもうとっても大切ですよね。やはりこうげっそり痩せても嬉しくないわけです。もういつまでも張りがあって綺麗で健康的でいたいじゃないですか。そのためにもやはりアイドル水を作る時の甘味料は蜂蜜をおすすめいたします。ただ注意です、蜂蜜といってもこれがいろいろあるんです。でおすすめはやはり国産のものであること、と2つ目、添加物が入っていないこと。中にはお砂糖や香料など余計なものがいっぱい入っている蜂蜜あるんですよ。で最後は適量を摂ること。いくら蜂蜜がですね、痩せる効果がこんなにあるといえども、摂りすぎてしまってはやはりカロリーオーバーなんですね。ですから以上の3つのことを注意して、この蜂蜜を使ってアイドル水を作って毎日適量を飲んでいただければと思います。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法や健康法をお伝えしております。そのことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきますと、私とても励みになりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。